米大リーグ、ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が26日、日本時間27日、ボストンで行われたレッドソックス戦で4試合ぶりとなる36号を放った。飛距離470フィート、約143.2メートル、という特大弾に、ファンからは驚きのコメントが殺到している。動画、あそこまで飛ばした打者を見たことがない、比較不可能なジャッジの実際の特大弾。 ジャッジは3の4とリードされた7回、1・1・2塁で打席に立つと、ウアン・ケリーの初球を叩いた。打球速度114.4マイル、約184.1キロ、という強烈な打球はぐんぐん中堅へ一直線。スタンドの上のスコアボードにまで達する特大の逆転スリーランに、敵地は一時騒然となった。MLB 公式 X、旧ツイッター、が、この一発を、 アーロンジャッジの470フィート。と題して紹介すると、ファンからは驚きのコメントが続々寄せられた。MVP だ、あれは爆弾だ、野球界で最高の打者だ。さらに、あそこまで飛ばした打者を見たことがない、という声まであった。ジャッジはメジャー全体の本塁打トップを独走中、2位が大谷翔平投手の31本となっている。